このチームについてですが、前線のディフェンスが甘いという意見も聞きます。今日の試合、福西さんはどう見ますか？確かにこのチームは前線でプレスをあまりしませんね。相手にボールを持たせて最後のバイタルエリアで守りきるイメージです。どんな試合になるか見ていきましょう。ワンダメトロポリターナですが、観客席には全て屋根がついているようです。7万人収容のスタジアムで、それはすごいですよね。サンフレッチェは数多くの代表選手を育成しています。全員クラブに残っていればと思うことはありますが、戦力を維持できている点も素晴らしいと思います。前半のキックオフ、まずはサンフレッチェボールです。いい形でゴール前まで持ってきました。川辺駿、あっとこぼれた。阿部裕之、大島亮太、車谷慎太郎、中村健吾。危険な位置です。緊張、ここはキーパーが簡単に抑えました。中村健吾、スペースを見る。さあ丁寧に折り返せるか。中村健吾、試合開始早々リードするチャンスを逃しました。完全に決まったと思いましたが、まだ調子が出ていないようですね。これは残念、ボールは失われました。ボールを運びゴールに襲いかかります。大島亮太、中村健吾、絶妙なパス、ゴールチャンス、止めた。ボールが転がる。スローインからゲームは再開です。阿部裕之、車谷慎太郎。このカットは大きい。しっかりと奪いました。阿部裕之、川崎の攻撃です。見事なスルーパス、いいところに出た。ここはキーパーのスーパーセーブ。スローインとなります。エウシーニョ、大島亮太、ここは後ろに下がっています。うまいパス、弾かれた。反応は難しい。シュートでしたか、枠を外れます。今のシュートシーンのリプレイです。スローインでのリスタートとなります。大島亮太、稲垣翔、川辺駿、さあにクロスが入った。ここはサンフレッチェのコーナーキックです。先ほどのリプレイをご覧いただきます。これはチームを救いましたね。
外に出てゴールキックです。中村健吾、さあスタジアムのテンションが上がります。家永昭弘、考えるまでもありませんでした。攻撃は失敗し相手ボールです。ヘッドでパス、走り込んだ味方にスルーパス、素晴らしいボールだ。しっかりとしたディフェンスです。これはうまいインターセプト、攻撃を断ち切りました。エドアルド・ネット、中村健吾、フロンターレが攻めに出ます。中央へ入る前にカットされました。柏義文、ボールは戻されます。キーパーが飛び出してボールを拾う。大島亮太、エドアルド・ネット、危険な位置です。緊張感が増してきます。中村健吾、仕掛けるタイミングが気持ち早すぎましたね。ヘッドを使ったパス。前半終了で0対0、試合は動かないまま後半戦へと向かいます。前半が終了し現在同点となっています。前半はいかがでしたか、福西さん。そうですね、非常によく攻めていたんですが決めきれませんでした。後半は何か変化が欲しいですね。川崎の攻撃です。見事なスルーパス、いいところに出た。ここは後ろに下がっています。うまいパス。試合は前半が終了し後半のキックオフです。ここワンダメトロポリターノでどのような結末が待っているでしょうか。稲垣翔、青山敏郎、いい形でゴール前まで持ってきました。パトリック、中村健吾、小林優、ここでためを作ります。これはスルーパスが強いか。交代選手がピッチの脇に待機しています。タックルでボールがこぼれました。小林優、バーに裏に抜けるプレーが彼の持ち味ですが、ちょっとタイミングが合いませんでした。広島の攻撃です。前に進んでいます。見事なスルーパス、いいボールが出ました。ここは先制点が入りません。試合が動くかと思いましたがプレッシャーがあったかもしれませんね。
エウシーニョ、エドアルド・ネット、ボールを運びゴールに襲いかかります。勝ち越し来るか、小林優、これは入りません。プレッシャーが厳しかったですね。余裕がない状況でしたからしょうがないと思います。高橋宗也、和田拓也、サンフレッチェが攻めに出ます。流されます。クロスに行くか、中央にクロスが上がった。ここで打つ、シュートはディフェンスがブロック。チョン・ソンリョン、しっかり止めました。広島がコーナーキックを獲得。ボールはエリア、千葉和彦、打ってきましたが大きく外れてしまっています。和田拓也、稲垣翔、中央へのボールはクリアされました。パスが通ります。この人を自由にさせてしまっているのが今日の試合のポイントとも言えるでしょう。車屋慎太郎、さあスタジアムのテンションが上がります。阿部博之、ここはフロンターレのコーナーキックです。選手交代があるようです。これはあるか、ここはしっかりクリアされました。エウシーニョ、蹴ってシュートを狙う、キーパーがこれを止めた。あの距離からのシュートをよく止めましたよね。中に入れた。このプレーはチャンスにつながりません。ケンゴ、このシュートは脅威とはなりません。福西さん、このセーブをご覧になっていかがですか。ピンチを見事に防ぎましたね。いいプレーです。柴崎康生、フェリペ・シューバ、ボールは戻されます。フロンターレが攻めに出ます。スローインからゲームは再開です。さあフレッシュな選手が入ります。大島亮太、エドアルド・ネット、ここで網にかかる。和田拓也、危険な位置です。このスルーパスはな、ここはよくスペースが見えていました。これは大きく外しました。簡単なシュートに見えましたがどうしたんでしょうか。正確に蹴れば入るタイミングだったと思いますが、意識しすぎたのかもしれません。フェリペ・シューバ、パトリックが突破を見せる。
柴崎晃生、貴重な勝ち越しゴールを決めました。すごい喜びようですね。ただまだ試合は終わっていません。勝利を引き寄せるゴールが生まれました。この展開を誰が予想したでしょうか。選手の諦めない姿勢が生んだゴールです。勝利で終わりたいですね。この時間のゴールですから、これで試合は決まりじゃないでしょうか。そうですね。試合終了となりました。今日の試合、この選手の光るプレーが数多くありました。目立っていた選手の一人です。今日のヒーローでしょう。あの時間に勝ち越しゴール、最高の終わり方でした。